さん事実真,真実はなんだうん何しかな真実世の,世の中の世の中に真実はないとはにしときましょうか <laughs> 世の中に真実はないと <laughs> まあ真実世の中に真実はないってどういうことかっていうとなんだろうな結局その仮想でも 何でも、そこから何を学べるのかなんですよ。だから、例えばその、孫子がいたのかどうか,か、僕たちは確認できないです。孫子の兵法をね。じゃあ孫子の兵法っていうのがありました。じゃ孫子が本当にいたのかどうか確認できないです。仮想です。イメージするしかないです。だけど、そこから何を学べるのかなんですよ。ね。単純に <laughs>。いたかどうかが別に、えー いたたかかどうかが答えでははななくあなたはそこかから何を学びますかとそこがそこが全てなんじゃないですかあなたがそれを聞いてその言葉を聞いて何を学んだかもし事実があるならばあなたの心の中にしか事実がないってことです世の中には事実がないあなたがどう受け取ってどう解釈してそしてそこから何を学んだのかそしてそれをどう使っていくのか人生を生きていく上でね それが事実です。すあるとするとならば。だから真実っていうのは自分のうちの中にしかないよっていうお話でございます。いってらっしゃい。